2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。今日はね、10月17日私の還暦の誕生日です。あにゃんにゃんちゃんね、後で餌あげるよ、ちょっと待って、でしてですね、新しいインジケーターの、設定でね、今日の成績がめちゃめちゃいいんです。それでですね、このインジケーターは成功するかということで、こんな感じで毎日毎日稼げたら次回をジェット機が変えて所有できます。ただの億万長者ではないですね。桁外れての億万長者に、なったかもしれません。でですね、このインジケーターをちょっと今日ですね、12時ですね、10月17日水曜日12時10分ですね、お昼になります。今パスタをね、茹でる準備しておりました。でですね、こちらなんですけども、シグナル今日朝9時頃から始まって 11,920 円の利益ですね。1000円ずつ通して、デモでやってますから5000円引かれますけどね、すごい利益になってます。ほとんどかかってますね。でインジケーターはね、こちらの方で動いてまして、シグナル数も多く出せるんで、勝率は 70% 以上で取引させてます。新しい最新の、ものです。なおね、このインジケーターは公開はしますけれども販売はできません。貸し出しもできません。と言いますのは、お金をあげるという汚職になりますので、稼げるインジケーターですね、 100% 勝てるインジケーターは手を加えないで、稼げる、ね、シグナルインジケーターは販売も、人にね、タラで使わすことだ、もう汚職になりますので、私だけしか使えません。そういうインジケーターでこのようにもうすごい成績ですね。11,920 円稼ぎました。1億円ずつ投資したら11億ですからね。1億円ずつ投資したらね、11億ですから。FX の方もね、同じですね、に利用できます。でね、当然妨害が人間全員が来ますけど、上の、生物って人間全員でね生きてますから、宇宙全体で生きてますからね、人間能力者に対しては下は全部妨害が入ってきます。というか力関係ということでね、喧嘩ではありませんから、生物同士の中にはね、泥棒も多くいます。やっぱりね、人間たち多いですね。そういうと犯罪はできますから注意します。このような仕事してますからね、特に多いですね。殺人なんかも平気で指摘しておりますし、警察も助けないですね。逆に盗む方に回ってます。役所はね、このように仕事が大きいもんですからね、警察も泥棒になります。役所も泥棒で動いてきますからね、 100% ちょっと普通と違うと思います。そういうことでね、このように調子がいいなと、偶然かもしれませんけど、3本4本ぐらい引いててもいいんじゃないかなという感じもしますね。1,2,3で勝ってればいいんじゃないかな。なんか非常に調子よく稼いでるとこはあったんでね、いつもそんなにうまくいくはずがないと思いますけどね。調子よく稼いでおります。でこちら 80% の方ですけど、シグナル今日は1回しか出てませんし、インターネットの都合でアクセスが悪いんで、
デモトレとかできなくなってますね。今困ってまして、今日インターネットの光回線ですけども、調子が悪いですね。IP4 ですからね、IP6 じゃないんですよ。まあ、そんなことで、残り1分ちょっとですね。そんなことでね、バイナリーオプションのスペシャリスト者、億万長者の半間岩先生です。早くここんとこ豪邸建てたくてね、カタログなんかをね、取り寄せて、豪邸を建てる、鉄筋コンクリートですね。RC というか、鉄筋コンクリート、もう一番いいのを選んでます。固定資産税高くなるんでね、なるべく抑えてはいるんですけど、大きくはあんまり立てないか、立てるかはちょっとこれからの稼ぎになりますけどね、ここのところに豪邸を建てようと思ってます。鉄筋コンクリートでね、建てようと思います。テニスコートなんか用の、土地も持ってるんで、そこもちょっときれいにしようかと思ってます。自分のね、テニスコート、あとミネラルウォーター、1リットル1万5000のミネラルウォーターを所有しております。油田というか、水田ですね。それから、また別に土地をね、宅地用に家建てられるように土地も買ってありますので、そこにもちょっといいなと。これ南向きで日当たりがすごくいいんでね、場所がいいとこなんでね、いろいろ、隠しておりますけども、あと30ですね。まあこの成績がいいんで驚いておりますけども、バイナリーオプションだけ投資で稼ぐとね、バイナリーオプション世界中閉鎖されるんで、能力者なんで人間全員の妨害でね、バイナリーオプションをね、取引を閉鎖されてしまうんで、株でも外貨でも稼げるようにしております。ね、昨日試験ですけど、少しですけど、でもね、スワップ金利と FX の利益